奈良市の市長の宮本泰介です。7月24日月曜日午前11時現在のお知らせです。第275回目の発信です。この動画は通常平日の月曜日に発信しております。今回は2週間ぶりとなります。字幕が出る設定にできます。概要欄の項目の時間表示をクリックしますと、その部分からご覧になれます。 内容の詳細、関連情報についてリンクを掲載しておりますしコメントも書き込めますいつもお寄せいただいている皆さんありがとうございますぜひこの動画をご活用くださいそして奈良市の市公式 YouTube チャンネルへの登録もお願いいたしますはじめに私が出席参観したイベントを中心に先週と先々週の主な出来事をご紹介いたします まず先々週の出来事からいきますとこちらの様子は7月11日火曜日午前中に千葉市役所で行われました近隣6市によりますパートナーシップファミリーシップ制度の都市間連携に関する協定の締結式の様子です。千葉市市市市市市市川市船橋市松戸の長が 新しくなった千葉市役所に一堂に会しましてこの連携協定を結んだものですが法律では規定されていない自治体独自に運用しているこの制度の利便性をさらに高めるために締結したものであります具体的には当該6市内で転入・転出する際のいろいろな手続きを簡素化することが主な取り組みとなっております この連携協定の締結をきっかけに、これまで以上に多様な生き方、特に共同生活のあり方が促進する社会の実現を目指してまいります。次にこちらは7月13日木曜日の午後に、プラッツ習志野中央公民館で開催されました、令和5年度習志野市市民共同子ども発達支援推進協議会の様子です。この協議会では 子どもの発達支援について市民の代表学識経験者本市の職員が手を携え課題解決目標達成を図るための会議であります障害に対する理解の促進を図るためにはまず知ってもらうことが必要であり特に小学校中学校の子どもたちに対する啓発活動が重要ではないかという意見や 一方的な要求にならないように親や支援者が配慮や支援している内容を他者に伝えられるように努めていくなど相互理解が大切ではないかといった意見が出されました発達支援に関する様々な取り組みについては行政だけでなく地域や事業所、市民団体などの皆様のご理解ご協力が必要不可欠であります まさに相互理解が不可欠ですみんなで考えながら子どもの発達支援施策の充実を果たしていきたいと考えております次にこちらは同じ日の夕方桜テンペスタというロボットコンテストに出場しているチームの皆さんがお越しになった様子です桜テンペスタは中学生と高校生で構成されたロボット工学を志す 大変若いチームであります。拠点は千葉工業大学津田沼キャンパスでありまして、普段からロボット製作だけでなく、地域奉仕活動や国際ロボット協議会の普及活動などに取り組んでいます。今回は今年4月にハワイで行われた国際ロボット協議会、ファーストロボティクスコンペティション、 略して FRC と呼ばれているものですけどもこの大会に学校や地域社会の中でエンジニアリングに対する尊敬の念を高めることに顕著な成功を収めたということを称えるエンジニアリング・インスピレーション・アワードを受賞したという内容の報告でありましたこの画像で動画で見させていただきましたけども動きも大変速くて かななりののレベルの高さだなという,ふうに感じましたこれらの内容を簡単にかつ楽しそうに扱っている中学生高校生の皆さんにはただただ驚くばかりでありまして私は思わず挨拶を求められた際に「皆さんには何も言うことはありません」と言ってしまうほどのレベルの高さを感じた次第です。 現に初めて庁舎を訪れた当時の高校3年生の方は今ではアメリカ合衆国でロボットの研究をしているとのことでまさに世界をリードする精鋭部隊予備軍のような感覚で接ししておりましたどうか皆様におかれましても千葉工業大学津田沼キャンパス習志野市を拠点として活躍している中学生 高校生による「桜テンペスタ」というロボットコンテストチームぜひ皆さんに覚えておいていただきたいというふうに思います10年後20年後この子たちはおそらく素晴らしい活躍を遂げているものと期待しているわけであります続きましてこちらは16日日曜日に三花小学校の体育館で行われました第39回三花サマーコンサートの様子です 東奈良市の三花町会と東奈良市の八丁目町会の主催で行われたこの音楽祭は地域の学校音楽関係団体の皆さんによって作り上げられているものでホーリーナス幼稚園、三花小学校東奈良市の小学校第四中学校奈良市の高校そして大人の部としては奈良市のウィンドオーケストラの皆さんが見事な演奏を披露してくれました。 このはなサマーコンサートはこれまでいくつか紹介してきました公民館の学習建築主催のコンサートのまさに原点ともいえるコンサートでありましてこの学区ごとのコンサートといたしましてはこの第四中学校区のこのコンサートがまさに最初。 の伝統的なコンサートであります。このコンサートがきっかけに各中学校区でこのようなコンサートをやろうということで、一部主催者は違いますけども、大体行っていることは同じというような形で行われてきております。非常にこう爽やかな皆さんによる演奏会ということで、とても有意義に過ごさせていただきました。すべて参観させていただきましたが、あの今回。 特に驚いたのは大人の皆さんのこのウィンドオーケストラの演奏でありましたもう堂々とですねまさに児童生徒の模範となるような音の響き演奏力というんですか、まあ、の私は音楽の素人なんですけども拍手の大きさが。 なんか今年は一段違ったようなまあそんな気がいたしました。まさに子供から大人まで音楽の街奈良市のを象徴するような見放さマーコンサートをまあ大盛り上がりのうちに終わりました。お疲れ様でした。え続いてこちらの様子は7月14日月曜日海の日に第一カッター球場で行われた第54回奈良市の市少年野球夏季大会開会式の様子です。 照りつける太陽の下で15チームの皆さんの堂々とした入場行進は圧巻でした向山ファイターズの田中主将の力強い選手宣誓で幕開けしたこの戦いでありますけども6年生にとっては最後の夏であります えこの後とお二十九日まで熱戦が繰り広げられる予定ですけれども、それぞれえ悔いのない試合にしていただきたいなというふうに思います。えそしてえ奈良市の高校も頑張っております。えそしてえ続きましてこちらの写真は奈良市の市崎沼地区の農地に出現いたしましたひまわり回廊の様子です。 地元の農家である折戸孝弘さんによります、折戸菜園さんの今年で3年目となるひまわり畑であります広大な農地に出現したひまわり畑は迷路にもなっておりまして、この迷路、を作った折戸さんさえも迷ってしまうというほどの出来栄えだそうであります。子どもたちが たたくさんん楽ししでいましたそして背丈ほどもあるひまわりですので大人の皆さんも見ることができないぐらいの高さなんですところどころに台がありましてその台を登りますと大変壮観なこのひまわりが見られますまさに圧巻の様子でありまして是非皆さんに行っていただきたいなという思う、まあ、新たな観光スポット ともなるんでしょうけども実は今年で最後だということであります。ぜひ習篠市のこの広大な畑の中にあるひまわり畑目に焼き付けていただきたいなというふうに思っております。続きましてこちらの様子は7月20日木曜日の午前中に 習志野高校において行われました令和5年度全国高等学校総合体育大会通称インターハイに向けた壮行会の様子です今年度も習志野高校の各部活動は激戦の県予選を戦い抜いて多くの選手がすでにインターハイ出場を決めておりますこの日はボクシング部部柔道部 女子体操競技部、男子バレーボール部の走行ということで行われましたが私もご挨拶をさせていただきました今年のインターハイは北海道の各会場で行われます北の大地に奈良市の名を轟かせるような選手たちの活躍を心から期待しているところでありますまた野球部も現在、甲子園に向けて勝ち進んでいます 21日の試合では昨年の代表校に勝ちベスト4となっております次は25日の準決勝戦そして27日の決勝戦を残すのみとなっておりますあと2勝すると甲子園ですこれまで奈良市の市民がそれぞれの学校で 甲子園に向けて戦いを繰り広げていましたどれも感動する姿ばかりでありましたが残りあと2勝ということで奈良市の高校を勝ち進んでおります皆さんで応援をお願いしたいなというふうに思います続いてこちらの様子は小学生の空手 の全国大会に3名の選手が出場するという報告に来てくれた様子であります4月に行われた千葉県大会において3名の小学生が全国大会の出場権を獲得したという嬉しい報告でありました報告しに来てくれた3名は屋敷小学校4年生の千葉若菜さんそして津田沼小学校5年生の中尾優乃さん そして八津小学校5年生の櫻井幸輝さんの3名であります千葉若菜さんについては昨年に引き続いての報告ということであります3名の選手それぞれから全国大会に出場するにあたっての目標が述べられ緊張感とともに頑張るぞという意気込みが伝わってきました表敬訪問の最後にはそれぞれの選手の得意技を披露していただきました ミットにめがけて蹴りを放つ姿は小学生とは思えない眼光の鋭さでありました同伴された旋舞会恋沼道場代表恋沼正勝さんによりますと非常に頼もしい小学生だということで心から期待している様子がとても印象に残りました。 続いてこちらの様子は20日の深夜に行われた千葉県が事業主体となって行われている習志野都市計画道路333号藤崎茜浜線における JR 線と京成線を南から北側へまたぐ橋の長さ175メートルの橋梁仮設工事の様子です。 でこちらなんですけども平成9年から着手されている工事なんですけども念願のこの橋梁部分の、まあ、仮設工事ではありますけども地図でいうところの南側の鷺沼から北側の鷺沼台に橋がつながった。 という瞬間でありましたこの様子についてはまたあの別の動画でご紹介させていただきたいと思っております引き続き橋の工事が進められ平成7年度中に道路が開通する予定で整備が進んでまいります 続きましてこちらは7月22日土曜日に市原市にある千葉県消防学校において行われました第59回千葉県消防総合大会の様子です火災出動における火災消火活動の基本となる動作の安全確実迅速性等を競うこの大会は 全国大会まである全国の消防団員が共通に取り組んでいる訓練の成果を競うそんな大会であります奈良市の市からは主に大久保地区を管轄している第5分団が奈良市の市消防団として出場いたしました結果は11団体中第7位でありましたけれども堂々と訓練の成果を私たちの前で披露してくれました で私もかつて消防団員の一員でありましたので、この県大会に出場するまでの努力、経過というものを知っております。4月からままさに直前まで ずっともうほぼ,ほぼ毎日この訓練に携わっていただいたわけでありますこれから災害の時期となります地域の安全を守る地域の住民である消防団の皆さんの活躍とても大切ですぜひ地域の皆さんにもより一層のご支援をいただきたくご理解をいただきたくお願いをする次第でありますお疲れ様でした 続いてこちらは主に元大久保五丁目で構成されております白樺町会の夏祭りであります白樺公園という場所でありますこれはあの奈良市の保健所のすぐ隣となりますけれどもこのお祭りは夏休みに入って 最初に行われる地域祭りとしてずっとまあ有名伝統を重ねてきているわけでありますけども、まあ、4年ぶりとなった祭りでありました。 まあこの4年の中でこの白樺町会の役員さんも変わりまして初めて臨む4年ぶりのお祭りということだったそうでありますけども地域住民の皆さんがもうより多く集まっておりまして今回は東京からキッチンカーも導入されて非常にこうあたあら新しい まさに新たなスタイルでの祭りとなったようであります。お昼から夜まで盆踊り等も含めて行われたこのお祭りでありますけども、やはり祭りっていいなというふうに思った瞬間でありました。そして続いてこちらの様子は、この土曜日の夜に行われました、みもみ合同町会の盆踊り大会の様子です。こちらは 県道沿いのみもみコミュニティホールのちょうど裏手側にあります、えー、みもみ駅の北側の駐輪場が備わっております公園で、えー、あります。この会は みもみ五丁目町会みもみ睦巳町会みもみ駅前町会の3町会合同の盆踊りということで昔からみもみも合同町会盆踊りということでで有名でありますこちらも4年ぶりの開催ということでありましてそれぞれの皆さんがそれぞれの役割を担っていて手作りのお料理なども振る舞われておりました。 そして会場を盛り上げていただいた千葉神殿太鼓の皆さんによる披露演奏がありまして圧巻の20分間の演奏だったんですけども、まあ、その後再び休憩後の盆踊りが再開される時に私もお招きを受けまして盆踊りの伴奏の太鼓これは鳴らしの音度でありますけども叩かせていただきました。とても気持ちよい 4年ぶりのひととでありましたお世話になったそれぞれの皆さんありがとうございました続きまして本日のサムネイルにもございます高校生の医療も受給権 OK そして同月内の上限が開始されたというそういったお知らせであります で、え、はじめに、え、高校生の医療費の件なんですけども、こちらの方、4月1日から、市本市独自に、え、子供の医療費の助成対象年齢を拡大しております。で、え、4月1日診療分から、あの、今、これまで、0歳から中学校3年生までとなっていた、あ、医療費助成の対象を、 18歳となった最初の3月31日まで、あ、ま、の、おおむね高校3年生までというふうに理解していただければと思いますけれども、そのような形となりました。高校生でない18歳となった最初の3月31日までの方も対象となります。で、しかしながらですね、 この4月1日から7月31日までは女性は受けられるんですけども1回窓口で全額を払っていただいてそれからまあ約2ヶ月後に指定された手続きで召喚という形で助成されていたんですけども。 8月1日から受給券を使用することで、窓口では300円以下のご負担で済むという形になります。で、これは中学校3年生までのことを経験されている方はご存知かと思いますけども、7月中にですね、こちらのような、 8月1日から翌年の7月31日まで使用できる受給券を確保にお届け対象の確保にお届けしておりますでその受給券を使用することで窓口で300円以下になるということでございますでここにも書いてありますけども、まあ、有効期限外これ受給券これはですね保険証と一緒に出していただくんですけども この有効期限外の期間は使用できません。かつ、千葉県外では使えません。で、使えない場合どうなるかというと、後日領収書で申請をしていただいて、まあ、いわゆる後生産、だいたい2ヶ月後ぐらいにその助成される金額が戻ってくるという形になります。ですので、送られてくる受給券は、 大切に保管してください。これぜひお願いします。そして8月1日から千葉県の事業として同月内の医療費の上限あるいは入院費の上限が 設けられることとなりました受給券を提示することで、通院1回につき300円、入院については1日につき300円という自己負担をいただいておりますけども、こちらの方もたくさん、あの、通ったり、たくさん入院しますと、相当なお金がかかります。そこで、千葉県におきまして、同一医療機関、かつ同じ月、 1>, 1ヶ月間ということではなくて、同じ月の中で、通院で言いますと、6回目以降は自己負担金が無料となります。そして、入院につきましては、同じ月内で11日目以降については、 自己負担金が無料となるという制度が8月1日から千葉県によって行われます。これに伴いまして習志野市でも同様な形となります。でこれ、えー、同月内なんで8月1日ということはもう8月中の入院ということになります。 7月15日から8月15日の1ヶ月間ということではなくて8月1日から8月31日9月1日から9月30日10月1日から10月31日 という区切り方となりますので、これはご注意いただきたいと思います。いずれにしても、子供の医療費を助成することで、子育て家庭への支援ということにつなげてまいりたいという、こういった意図で行われております。本市独自の高校生までの医療費助成の拡大、そして千葉県によります、同月内の 医療通院医療費、そして入院代の上限の設定、この2つにつきまして、ご理解と、あと情報の方を詳しく見ていただければというふうに思います。詳しくは7月15日号の広報ならしの、そしてホームページなどでも確認できまますおお問いいい合わせににつきししてては子育て支援課にお願いいたします。 そしてさらには千葉県の事業となりますけれども8月10日からこれは高校1年生に限りますけれども高校1年生への1万円の補助金給付金ということでこちらの受付が千葉県によって行われます電子申請のみの受付となるようでありますがこちらの方は千葉県にお問い合わせください最後にイベントのお知らせです 7月29日土曜日30日日曜日にかけまして夏祭りが目白押しです私たちに伝わってきている情報でお知らせしておりますのでもしかすると漏れがあるかもしれませんがご紹介をいたしますまず土曜日日曜日両日行われるお祭りといたしましては JR 津田沼駅南側にあります津田沼公園で行われます生き生き津田沼夏祭りが開催されます えそして、え鷺沼台四丁目町会の集会、除式地内で行われます。え鷺沼台四丁目町会納涼盆踊り大会が、あこの土曜日、日曜日に行われます。え七月二十九日土曜日のみのお祭りといたしましては。 八五丁目にあります憩いの家南広場にて行われます八五丁目第一町会の夏祭りそして三花小学校の校庭で行われます東奈良市の三花町会納涼盆踊り大会でありますこのほかさまざまな夏祭りが行われているかもしれませんいいずれにしてもあのお住まいの 町会自治会の情報なども参照してくださいこの夏とっても暑くてまあその中で梅雨も明けましたま梅雨明け10日というこの期間はとても暑い日が続きます くれぐれも熱中症に気をつけて楽しんでいただきたいというふうに思います次回の発信は7月31日月曜日ですそれまで制限のない夏休み大いに楽しんでください